エリック・クラプトン、エリック・クラプトン、エリック・クラプトン、CBE、1945年3月30日隊は、イングランド出身のミュージシャン、シンガー・ソングライター。スローハンドと呼ばれる、ギターの名手として知られ、ソングライティングも優れた世界的なアーティスト。ジェフ・ベック、ジミー・ページと並ぶ、世界三大ロックギタリストの一人とされている。ロックの伝道をサ度。 ヤードバーズ、クリーム、ソロ受賞。2015年、ブルースの殿堂入り、ローリングストーン史選出、最も偉大な100人のギタリストで、ジミ・ヘンドリックスに次ぐに、現役のギタリストでは最高位。1960年代からヤードバーズ、クリームなどのバンドで、ギタリストとして活動。その演奏について、エリック・クラプトンは神だと、ロンドン市内に落書きされた。 スローハンドというニックネームで知られる。1970年代には薬物依存症、1980年代にはアルコール依存症、交通事故、異界用を経験。妻、パキボイド、親友ジョージ・ハリスンの前妻と結婚していたが、イボン・ヌ・ケリーと一年にわたって関係を持ち、1985年の1月に娘のルースを出産。 1986年には、イタリア人女優ローリデルソンととの間に息子を設け、1988年に、パティとは離婚が成立した。しかし1991年3月に、息子コナー、4歳が、ニューヨークの高層マンション53階の窓から、転落死する。波乱万丈の人生を送りながらも、大規模なワールドツアーやアルバム制作などで、創作活動を続けている。 クラプトンのキャリアは、ルースターズから始まる。クラプトンは1963年1月から8月まで在籍。その後、ケイシー・ジョーンズジ・ G、エンジニアーズに参加。ほどなく、ロンドンでも注目を集めていたバンド、ヤードバーズに迎えられる。1963年の秋である。ヤードバーズでのプレイが認められ、その存在が注目されるようになったが、バンドは、 ポップロセンを試行するようになり、クラプトンは他のメンバーと意見が対立。1965年にバンドを去ることになる。その後、ジェフ・ベック、ジミー・ページが相次いで、ヤードバーズ参加する。ヤードバーズ脱退後、ジョン・メオール・ブルース・ブレイカーズに参加。オーティスラッシュ、フレディ・キングラの曲を盛んに演奏した。彼らの楽曲はその後のクラプトンのキャリアにおいても、 たびたび取り上げられたほか、本人たちとの共演も行っている。この頃、ロンドンの街中に、クラプトン・イズ・ゴッドの落書きが現れ、ギターの神と呼ばれるようになった。その後、ジャック・ブルースや、ジンジャー・ベイカーらと、クリームを結成。メンバーの即興演奏を中心とした、ジャムセッションや、実験的な音楽を追求。しかし、メンバーの人間関係の悪化により、バンドは、 空中分解する形で解散。その直後、スティーブ・ウィンウッドやサキのベーカーらとブラインドフェイスを結成し、一枚のアルバムを残して解散した。クラプトンは新天地を求めて、アメリカに渡り、アメリカ南部のミュージシャンとデルクザ・ドミノスを結成。デュアン・オールバンをゲストに迎えて、レイラを録音した。その後もクラプトンは、様々なセッションにギタリストとして参加する。 その一方で本格的なソロ活動もスタートした。1974年9月14日付のシングルチャートではボブ・マーリーのカバー曲であるアイショット・ザ・シェリフでナンバー1を獲得している。1991年、ジョージ・ハリスンのサポートとして自分のバンドを引き連れて日本だけのツアーを観光。コンサートの中ほどでジョージの休憩を兼ねて、 自らの楽曲を演奏するコーナーもあった。ジョージからは世界ツアーの提案もなされたが、亡くなった自分の息子に捧げる楽曲の録音のため、クラプトンはこれを断った。ジョージはこれが最後のツアーとなった。この時に録音されたのが Tears in Heaven である。この曲は1992年に全米シングルチャート第2位を記録し、1993年には 年間最優秀曲に選ばれ、この歌が収録されたアルバムも最優秀アルバム賞を獲得。1996年、映画フェノミナンにカバー曲、Change the World を提供している。もともとはカントリーシンガーのワイノナジャットが歌っている。この曲でクラプトンはグラミー賞のソング・オブ・ザ・イヤーを獲得している。プロデューサーはベイビーフェイス。1998年には、 B.B. キングラと共にアメリカ映画ブルースブラザース2000に出演した。1999年にはかねてから自身の所有するドラッグ構成診療所クロスロードセンターへの資金演出ために所有するギター104本をニューヨークのクリスティーズのオークションに出品した。その中には愛しのレイラをレコーディングしたストラトキャスターブラウニーが含まれていた。 2002年のイギリス女王即位50周年式典のライブでは、ジョージ・ハリスン死去へのツイートとして、ポール・マッカートニーと共に、ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープスを演奏し、当時の録音同様リードギターを担当し、加えて特別にリードボーカルも担当する。2004年11月3日、イギリス政府より、ナイトの爵位に次ぐ、大英帝国勲章、CBE が授与された。 2004年6月24日には、自身のギターコレクションの2度目のオークションを開催。出品された56本の中には、彼の使用したギターで最も有名で長年、愛用したブラッキー、56年製のフェンダーストラキャスターの愛称を持つ、ギターも含まれていた。ブラッキーは、当初の落札予想価格を大幅に超え最終的に959,500ドル。 およそ1億520万円の価格が付けられ、当時、世界一値段の高いギーとなった。現在は塗り替えられている。2005年には、クリームの再結成ライブが5月に4公演。5月、2、4、5、6日、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホール。10月に、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで3夜連続で、当時のリジナルメンバーで行われた。 2007年5月19日には旧友スティーブ・ウィンウッドのライブにゲスト参加し、同年7月28日に開催されたクロスロードギターフェスティバルではウィンウッドがクラプトンのステージにゲスト参加した。そして2008年2月にはマディソンスクエアガーデンで3日にわたってウィンウッドとの共演ライブを行い、その模様は2009年にライブアルバムライブ フロム・マディソン・スクエア・ガーデンとして発表された。2015年、ブルースの殿堂入り、2016年、通算21回目の来日公演を果たし、初日は、クラプトンのファンである、エド・シーランが飛び入りで参加した。2017年9月17日には、リリー・フィニー・ザ・ナック監督による、自身のドキュメンタリー映画、エリック・クラプトン、ライフ・イン・ジュニバーズが、 トロント映画祭にて上映された。2018年1月には自らの聴覚障害やギターを弾くのが難しい状態であることを明かしている。30年以上コンスタントにワールドツアーを行い、日本公演も多数2019年春イコール22回目。特に日本武道館公演は外国人アーティストとしては、 最多公演回数91回公演を行った。日本でのアルバム売上は1999年発売のベストアルバムベストオブが200万枚、1992年発売のライブアルバムアンプラグドが120万枚、全世界では1500万枚。2000年の日本ツアーは18万人と驚異的な動員数を誇った。 エヴァンゲリオンのキャラクターデザイナー定本企業のファンであり、自身のアルバムピルグリムのジャケット制作を依頼している。ギターコレクターであり、数百本ものギターをコレクションしたりオークションに出している。それらギターの中でもとりわけ使用頻度の高いものをあげる。1993年から1997年まで薬物、アルコール依存者の治療センター、クラウズハウスのディレクター、 役員を務めた。1994年から1999年まで、ケミカルディペンデンシーセンターの役を務めた。この二つの組織は、2007年にアクションオンはアディクションに統合された。1998年、カリブ海のアンティグアにクロスロードセンターを設立。薬物とアルコール依存症者の回復を助けるための施設である。この施設への募金を募るために、 クロスロードギターフェスティバルを2004年、2007年、2010年、2013年に開催したスポーツカー。その中でもフェラーリのコレクターとして世界的に有名で2012年にはワンオフモデル、世界に一台の特別注文モデルの SP12EC をフェラーリに発注したことで話題とな。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。